これから7回バファローズの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。背番号27坂本がマウンド上に上がっています。点差がアウトコース、ファウル。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど、打ちました。サード取った、アウト、ワンアウト。バッターは4番杉本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。変化球空振り。バッターボックスには指名打者のリベロ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。これから7回ドラゴンズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号26山本が2番手としてコールされています。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。バッターは阿部。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。スワローズ大きく点差をつけて終盤7回を迎えています。里崎さん、まあこの展開ですからピッチャーも気持ち的には楽でしょうね。まあ気を抜くわけじゃないですけど。さあ初球は何か。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。スライダー外れます。打ちました。山田抑えてツーアウトになりました。バッターボックスには5番木下。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。一二塁間あっと弾いた。木下ヒットが出ました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには代打の平田。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。初球打ち、これはどうか。伸びていく伸びていく。ボールはそのままフェンスに直撃。スワローズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。バッターは7番石川。まあスワローズバッテリーとしては大きくリードをしているとはいえ、無駄な点を与えることはないようにしたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。ファウルになります。誘ってきましたが見極めています。インサイド落ちました。これはどうか。飛びつく、取った、アウト。スタンドのファンも沸いています。ご覧いただきましょう。見事なダイビングキャッチを見せてくれました。ファインプレー。これは気迫の感じあるプレーですよね。